はい、こんにちは、スーです。今回はこちら、ゴッドガンダムを使っていきたいと思います。ガンダムコラボのサイレアで非常に強いキャラ。36ターン変身で単体火力がね、3属性持ちで、毎ターンで自分の上限値75億にできるので、1人で200億以上のね、火力を出していけます。で、そんなね、めちゃめちゃ強いゴッドガンダムなんだけど、今までの動画では、56番目、76番目両方やったんだけど、どちらも、はい、これね、ダリル・バルデっていうキャラクターと組ませてやってたんだよね。相方を。このキャラクターが HP2.3 倍に半減あって4コンボ加算できて、回復倍率が6倍あります。これがね、非常に優秀。なんだけど、このキャラクターね、今回のガチャ、星6枠で 3.8%。まあそんなに薄い確率ではないんだけど、交換とかがないから、引けない時は本当に引けない。俺もね、ガンダムコラボ100連以上したんだけど、こいつの2体目が全然出なくて、結構ね、追わされちゃいました。コメント欄見てても意外とこのダリル・バルデを持ってないよっていう人が多かった。なので今回はね、相方をちょっと違うキャラで使ってみようかなと思います。で、もう一個あったのが、今までの動画だとこのジャスティス・ガンダムのね、転生形態かな、このインフィニット・ジャスティス・ガンダム2式を2体入れて、ループさせてたんだけど、こいつじゃなくてシャナはどうですかっていうコメントがね、ちょいちょいあった。はい、これですね。25ターン変身で、2ターンスキル。毎ターン上限値上げながら、火と回復を6個ずつ作れます。まあ、生成量はね、ジャスティスよりも多いんですよ。なので、ちょっと今回はね、ダリル・バルデを使わずに、シャナを2体入れた、ゴッドガンダム編成でね、遊んでいこうかなと思います。はい、そしたらね、早速パーティーの方を見ていきましょう。はい、ということで今回組んだパーティー、こちらになります。はい、それではね、左から順番に紹介していきます。まずはリーダーのシャナ。継承はメタルアルギティの武器で7コンボ強化無効貫通と、スキル封印耐性ね。アシストなしだとスキル封印耐性が 80% になっちゃうので1個持ってあります。で、次に、サブのシャナ。継承はバーマスターオーディの武器ですね。スキブ2個と、無効貫通。次に、こちらエル・ディアブロ。28ターンで2ターン変質しながら変身、4ターンで打てるもろもろ回復とルーレット生成ですね。継承は常闇くんの武器になってます。暗闇耐性ですね。で、次にロベリル。20ターンで2ターン変質しながら変身します。5ターンで打てるダブル吸収無効と、回復力エンハンス、さらに盤面変更ですね。継承は、マーベル、キャプテンマーベル&ミズマーベルの武器で、帯耐性で、ロベリールは LG いっぱい持ってるんで、潜在にね、アシスト無効回復つけてあります。で、最後にこちらフォースインパルスガンダム。こちらが7ターンで打てて、5ターンの間ランダムでルーレットを1個生成、ダメージを軽減、自分以外の味方スキルが1ターン溜まるということで、まあループはしないんだけど、ルーレットとダメージ軽減を長いこと貼っていられる。継承は、ホノリンの武器で、副属性を火にしながら無効貫通で火力を持ってあります。あとは初手のヘイストだね。で、最後、フレンド枠にゴッドガンダム。継承はマグニートの武器で、副属性を火にしながら十字をつけてあります。あとは無効貫通だね。一応これで耐性が暗闇と帯だけ 100%。毒とかお邪魔とかないんだけど、今回ね、5、6番面の運用で、毎ターンゴッドガンダムとシャナを撃っていくので、合計で火と回復ドロップが18個ですかね。生成できるので、まあ、盤面に毒とかお邪魔が仮にできたとしても、生成でほぼほぼ消えるので、そんなに気にならないんじゃないかなということでつけてありません。で、パーティー組んだ時に意識したことなんだけど、シャナのリーダースキルがこれ、HP 倍率が5倍あるだけで、回復倍率がないんですよ。だから今回はこの回復ドロキを持った、ディアブロとかね、いっぱい持ってます。あとはロベリールみたいなキャラクターを、2体採用することによって、無理やりね、回復力を持ってあります。結局ね、新百式はトゲがね、結構降ってくるから、あれ対策できないからさ、もう回復力盛るしかないんだよな。あとは全体的にね、ドロ強も、各色いっぱい盛りまくったので、ドロップ弱体化目覚めに対しても結構強く出れるかな。で、今回バッチは HP プラスでいきたいと思います。ガンダムキャラがね、今回は少ないので、普通に HP でいきましょう。はい、そしたらね、今回こちらのパーティーを使って、レンジンの100竜やっていきたいと思います。いきましょう。よし、ということでやっていきたいと思います。ちょっと初手だけ若干貯めるんですけど、まあ、それ以降は普通にどんどん打っていきましょう。そしたらまずは、先にシャナ変身しちゃおうか。2枚とも打っちゃっていいかな。さあ、シャナを2枚とも打っちゃいます。で、ロベリールを先にこのフォースインパルスを打ちましょう。これ2階層で元スキル打ちたいので、先に打って、あの他のキャラのヘイストを受けます。で、ディアブロを先に打ちます。今これ受けてる覚醒無効をディアブロの元スキルで、変身後のスキルで回復したいので先に打ちます。そしたらロベリールを打ってあげて、これでちょっと待ちます。まあ一応この緑をターゲットしてあげて、適当に火の2分割しときましょう。こんなんで OK。こんなんでちょっと回復してあげて、1体だけの攻撃なんで簡単に受けれる。で、もう1ターン待ちましょう。まあシャナでも打っとくか。2分割だけしておきます。はい、こんなんで OK。2分割だけしてあげて、これでディアブロが溜まるんで、あと1ですね。
よし、そしたら覚醒無効を回復していきます。そしたらシャナのスキルを打ちまして、ちょっと全力で殴りましょうか。この木のやつだけ飛ばせるなら飛ばしちゃいましょう。そしたらどうしような、こんな感じでほっ、はい、こんなんでどうでしょうか。まあ多分抜けるんじゃないかなと思ってるけどね、木だから属性相性いいし。これでシャナが60億と副属性が15億抜けましたね。さあそうしましたらシャナ打ってあげてフォースインパルス溜まったんで打っていきましょう。このヘイストでゴッドガンダムが溜まってくると、ゴッドガンダムも打っちゃいます。で、残りのスキルだね、ディアブロがあと2ターン。これはねもう突破して OK、 いつ突破してもいい状況なんで全力で殴りましょうか。まあ、無効貫通組むのがね一番火力出るんで一発組んでみましょうか。水のやつがね結構硬いんで、おそらくねゴッドガンダムの変身後のスキルがないとちょっと足りないかな。まあ、とりあえず一回殴ってみます。はい、こんな感じで交換してみたけど、こいつがね上限解放してないと水がもしかしたら残るかもしれん。どうだろう、そうだね水残っちゃいますね。まあなんでここで突破かな、そしたらゴッドガンダム打って突破していきましょう。もうここからはゴッドガンダムを打ちつつシャナを毎ターン打つだけで、盤面がこんな感じでほぼ二色陣みたいな感じになるから、あとは適当にこれを無効貫通なりねなんなり組んでいくだけですね。意外とね、はい、こんなんで OK。パズルも12秒固定で5、6番面なら、まあ、それなりにできると思うので、これでゴッドガンダムはもう第3属性まで75億、マジで強い。シャナは副属性が40億ショットでしたね。火力がねこいつが1人でパーティーの 50% 以上の火力を出してくれるんで本当に助かる。でパルマス、ここは消せない来るんだけど、正直ね別に打たなくていいですね。これランペードもパルマスもヒドロップの消せないは来ないので全然打たなくても OK。 デュバルの半分だけ覚醒無効が来るんでそこで打ちましょう。そしたらゴッドガンダム打ってシャナ打っていく。で今回 L 字だね、 L 字2個組めば全回復かな。今回は L 字2でいきましょう。 L 字を2個組んであげて、はい、こんなんで L 字2個組めてますね。回復もなんかいい感じに落ちてるからこんなんでいいや。ランペードが出た場合はねどうだろうな、この組み方でランペードゴッドガンダムが、あーでも75は出るのか。まあ最悪2パンですね。1個前にやった時はねいけたんだけど、多分消し方によってはちょっと残るかな。そしたらここも抜いちゃいましょう。ゴッドガンダムを打ってシャナを打っていく。で、まあ、無効貫通組んだ時が最大火力なんだけど、回復の分割でもシャナのリーダースキルが結構いい火力出るので、なんか別に敵の HP が若干削れてるんだったらこんなんでいいね。はい、こんなんでいいか。あでも早くあれかな、4ゲージ練習とかよかったかな。15万とかだったよね次の先生、おそらく大丈夫。はい、これで75とマジで強い。でシャナはねアシストで無効貫通7コンボ強化ついてるやつがいるんだけど、無効貫組まないとちょっと火力は乏しいかな。分割だけだと結構渋いっちゃ渋い。そう、そこがやっぱねディスティニーガンダムとの差なのかなって思ってる。で今回ね光が来ちゃいました。こいつが一番だるい。ロベリールを確定打ちさせられるんで、したらロベリールって抜くんだけど一旦ちょっと十字で回復しようか。ゴッドガンダム打ってシャナ打って一旦十字で暗闇を若干回復しましょう。そしたら一旦十字を一旦組みますね。どうしたらいいんだ、こんなんでいいのか。ここはちょっと待ってな、はい、こんなんでいいか。一旦十字で回復してあげて次ロベリールでいきましょう。まあロベリール打ちながら十字1個ぐらい組んで抜きましょうかね。さあそしたらゴッドガンダムシャナでいいかな。あでもロベリール先打ちかな、ロベリールを先打ちしてあげて76にします。で56、変な雲の1、ゴッドガンダムからのシャナ。そう、非属性の単色パンみたいな感じだから結構ここねロベリール残して突破できる相手多いんだけど、今回は打たされちゃった。こうなるとね次の階層76番面、56番面にしてくるやつが来るとちょっと足踏みさせられちゃうんだけど、まあしょうがないですね。はい、火の分割いっぱい組みながら十字も組んだんでこれで暗闇を回復していきます。向こう組まなくてもコットンぐらいだったらいけるはず。75と素晴らしい。そう、あとやっぱねダリル・バルデとディスティニーを採用してる編成と決定的に違うのは、
ガンダムコラボでキャラが染まってないからガンダムバッジが使えない。ここがでかい。さらに回復エルジュがね、あの普段のパーティーだと4個とか5個とかあるんだけど、今回はないからダメージ軽減スキルを採用する必要があるんだよね。そこがやっぱ大きな差かなと思うわ。で今回は光が来てくれたんでラッキーで、攻撃力減少があるんでちょっと待ちましょうかね。待つときはこれシャナだけ打っといて、火2分割して適当に、火だけちょっと適当に2分割してあげて、回復はもう4ゲシとかにしとくとめっちゃ回復するから、これで回復4ゲシ1セットだけど、はい、89万ね回復するんで、マジで回復力は余裕があります。そしたらまあ攻撃力デバフあるんでちょっと待ちます。はい、そしたらねデバフなくなったんで抜いていきます。でディアブロの裏が溜まりそうだったんで一旦空打ちしときました。そしたら行きましょう。ゴッドガンダムを撃ってあげてシャナだね、まあ、向こうから一発でおそらく飛ばせるんじゃないかなと思ってますけど、二色人そうほとんどねなんかこんな感じの場面になるから、毒とか暗闇まああった方が強いは強いと思うけど、なくても全然 OK。 4ゲシにしなくていいかな。いやしとくか一応。3ゲシだとねマジで回復戦、回復したいときはもう4をね組まないときついですね。さあさすがにカンストしてるんで抜けますね。もう多分ほぼほぼゴッドガンダムが一人で持ってってる。シャナもね火力出てるんだけど、ちょっとゴッドガンダムのなんか半分も出てないんで、ほとんどゴッドガンダム様々みたいな感じ。本当に強い、こいつ一体で全部いける。そしたらカティアは無効貫通だね。ディアブロを打って無効貫通でいきましょう。打ってあげてシャナを打っていく。はい、二色陣ですね。これで無効貫通組んでいきます。で一応ねこのフォースインパルスくんが L 字持ってるんで、回復の組めるんだったら組んであげるとちょっと火力上がります。今回組めそうなんでちょっと組んでみましょうか。はい、 OK、 こんな感じで L 字を組んでみました。さあまあ抜けるとは思うんだけど、フォースインパルスの副属性どうだろう。あ、副属性まで完走しますね、素晴らしい。ということでカティアはワンパン。さあ6階層、一番来てほしくないんだよなその属性は。まあ属性吸収はかかんないんだけど、これワンパンはさすがに無理だね。ツーパンでいこうか。そしたらルーレットがちょっとだるいのでフォースインパルスで上書きしていきましょう。打ってあげてホットガンダム打ってあげてシャナでいきましょう。打つ順番逆の方がシャナもう一発打てたかな。そしたらまずとりあえず一発削ります。回復したいので4ゲシしましょうか。回復ドロップは4ゲシでいこう。4ゲシで行きたいんだけど、はい、こんなんでいいかな。うん、はい、 OK、 こんな感じで右で2セット回復使っちゃったのちょっと多分ミスだな、組みづらかった。さあ半分いってないのか、ギリギリ足りてねえわ。じゃあちょっとだけ削るわ。シャナ1枚とかでいいかな。シャナだけ打ってあげてちょっと遅かったなルーレット。これで軽く削ってみましょう。多分闇まで行けばもう余裕があるんで、ここまで確実に削りたいね。はい、こんなんで、まあ、闇まで行くんじゃないかなさすがに。どうでしょうか。 OKOK、 そこまで行けばこっから抜けるんで抜いていきましょう。はい、軽減があるんで大丈夫と。したらゴッドガンダムシャナで抜くんだけど、これだけだと火の生成量が12個で無効貫通プラス3分割できないので、こういう時はねもうルーレットを作っちゃいます。ディアブロこの後打ちたい場面ないのでここで打っちゃいましょう。そこはやめて。完全にディアブロあれだったな、先打ちだったな、今ミスったわ。はい、そしたらこの辺でいいかな。組んであげてまあ大丈夫ですね。まあさすがに抜けると思うけどね。これで俳句の分割 1.2 倍しか入んないから、シャナリーダースキルそんな変わんないと思う。 OK、 75.3 出ますね。ということで抜けました。まあ一番来てほしくない相手が来ても、まあちょっと3回かかっちゃったけど、まあ、2パンで多分いけると思う。最初もうちょっと頑張れば。さあそしたらバーステッドだね。ここはね、全然抜いてもいい。てか多分普通に抜けるんだけど、フォースインパルスがあと4なんだよ。このスキルを使って、次の回その半分とボスの先制を耐えるので、2ターンぐらい待ってから突破しようかな。それが丸いと思います。なので一旦ちょっとヒドロップだけ2分割で待ちます。2ターンこんなんでいい。 HP マックスの時はこれでいい。はい、だいぶ余裕がある。バステッドの攻撃を受けても、まあ、半分ぐらいね。
で待つときはもうシャナだけで OK。 シャナだけ打っといて火の2分割と回復の4ゲシかな、しとくだけでもう普通に耐えれるんで、こんなんで OK。 回復4ゲシと火の2分割。じゃあ2ターン待ってあげたんでいきましょうか。ここから突破狙っていきましょう。さあそしたらゴッドガンダムを打ちまして、シャナだね、二色陣だね。これで無効貫通していきます。次先制ないから、まあ、回復の4ゲシは無理して組まなくてもいい、無理して組まなくてもいいんだけど、まあもしワンチャンこいつらが残った時の顔とか、あでもいいか、これでいいか。はい、こんなんでいきましょう。大丈夫でしょう、残んないから大丈夫だ。残るとしたらちょっとね、4ゲシとかした方がいいんだろうけど、敵のダメージでかいから。でボス前だね。ここね350、700億あるから半分まで350億必要なんだけど、シャナ1枚とゴッドガンダム1枚の上限解放だとちょっとね 48% とか 47% でギリギリ足んないのよ。火4分割とか回復なんか3、4分割とかすごいいいコンボできれば多分一撃で 50% いけるんだろうけど、シャナの副属性がね乾燥ちょっときつくて微妙な感じなんで、ここ2回に分けていきます。それ前提でフォースインパルスマート1だから、一旦シャナだけ打って向こう貫通組んでいこうか。向こうにはちょっと足りないな、だったら向こう組まなくていいか、多分これでいい感じに削れると思うわ。はい、向こう組んでないです今回は。これでおそらく 10% ぐらい削れるんじゃないかな。 47、8% はねいけるんだけど、ちょっと削れればいい。あ、オッケーオッケー、それだけ削れればいける。したら行きましょう。ゴッドガンダムを撃ってシャナを撃っていく。でフォースインパルスだね。あ、ちょっと待った、いいこと思いついたわ。これさ今は溜まってなかったからこれでいいんだけど、もしフォースインパルスが1ターン目で溜まってればシャナ2枚撃てるから1発目は半分までいけるわ。うわ、それいいな。気づいちゃった、気づいちゃったけどちょっと気づくのが遅かったな。もうちょっと早く気づきたかったですね。まあしょうがないです。はい、こんなんでいいかな。あそこがじゃあ、回復になったら話します。これでおそらく半分まではいけます。あ、そうか、シャナ2枚打ちできるのか、ヘイストがあるから。それだったらいけたな、半分まで。惜しいことをした。はい、半分のダメージを 35% 軽減込みで耐えていくと。うん、だるいね。でロベリールの裏がなんか溜まりそうになっている。自分以外の味方する2ターン変質とか、まあ、悪くはないけどね。まあでも76番目にするスキルも強いな。どうしよう、これ打とうか。76にしたらこれ抜けんじゃね。さっきも言ったようにシャナとかの副属性がめっちゃ頑張ってくれるなら一撃半分いけるんですよ。やってみようか、ロベリール打ってみるわ。回復力も上がるからトゲも気にせずに触れるし、これで1回打ってみよう。シャナも打ってあげて、うん、火の数も結構多いからいいんじゃない。一発これで殴ってみる。そしたら組んでいきましょうか。そしたら組んでいきます。こうしてあげて、こうしてあげて、トゲはガン無視していく。よし、いいんじゃない、こんなんで完璧じゃないですか。分割もしつつ L 字も入れて一緒しちゃおう。さあどうだ、さすがに抜けないか。あ、抜ける、いいね。そう、これぐらいできれば一応ね 50% いけるんだけど、まあ56番面でやれって言われるとなかなかねきついんで、まあ、だからさっき言ったように1ターン目にシャナ2枚打ちだね。フォースインパルスのヘイスト込みでシャナ2枚打ちで、次のターンロベリールだったら2パンでいけるわ。これが一番良さそう。そしたらあとはシールドを削るだけ。シールドはゴッドガンダムとシャナ打てばしっかりコンボしとけば普通に抜ける。だから攻撃力減少とかされたくないね、デッキだけ。はい、これで無効貫通と回復をね組んでいきます。回復は4ゲシの方がいいね、この HP だったら。うん、この HP 量は回復4ゲシですね。こっちに入れてあげて、はい、こんなんでいいや。もう基本的にこの形でいいんじゃないかな。ほぼ二色地みたいになるし、これでシールドが、はい、いきますね。だいぶ余裕はあるはず。シールドはあの防御力とかないから300億出すだけだから、ゴッドガンダムの乾燥で225億かな、シャナの種属性乾燥で285億だから、他で15億出ればいいだけだから、もうフォースインパルスとかでいけるのよ。で、めんどくさいのがこういうルーレットだよな。火に合わせてあげてシャナも打っていく。
はい、オッケー。これで組んでいこう。ミスが一番嫌なので、他はもう難しいパズルを組みに行くのやめましょう。最低限だけしっかり組みます。はい、もうここら辺に、もう無効貫通を組んであげて、こんなんで、こんなんでいいと思うわ。はい、なんか頑張れない。ちょっとだいぶやらかしてるけど、なんか頑張れない。あ、いけるんすね。いけました。無効貫通いりません。分割でいいわ。今のでいけるんだったら、シールドは分割でいけそうだね。逆にいい発見だわ。したらここで殴っていく。タイミング間違えた。ここだね。はい、二色陣ですね。全力で殴っていこう。無効貫通する位置にマイナスドロップは入れたくないな。じゃあ行きましょうか。ここにこう入れてあげて、こんなんでいいと思うわ。はい、オッケー、こんなんで楽に行きましょう。余計なことはしない。さあどうだ、これで、お、なんか、いやでもなんかワンチャンあるぞ。4パンが見えている。ロベリールを打てるターンがあるから、下手したら4回でいけるぞ。よし、そしたらゴッドガンダム打ってあげて、シャナだね。これでもう2色陣になるかな。うん、素晴らしいね。ここは全部ヒドロップですね。マイナスドロップもないんで、そしたらもう左上無効貫通にしようか、分かりやすいし。よし、そしたらいきます。左上を無効貫通にしてあげて、4消しはした方がいいね。はい、こんなんでいいかな。待って、分割になってねえぞ。どうしよう。分割になってないけど4ど、え、どうしよう。やばい、4消しを優先しすぎて分割にできなかった。これはね、ミスったね。うん、ごめんなさい。5回殴ります。はい、すいませんでした。ちょっとあそこから動く勇気なかったわ。そしたらちょっとめちゃめちゃミスっちゃったんだけど、適当にねシールド割っていきます。まあさっきので割れることが判明したんで、ここはスキップでいいかな。はい、ということで、あれから時期にね100年が経ちまして、シールドをいろいろ割りつつ、4回殴ったのかな、母体を。でそのうちの1回はちょっと俺がねパズルミスっちゃったんで、まあ実質今これ3回殴れてる状態だね。なのでここでもし抜けるようだったら、こいつ8ターン撃破でいけるっていう計算だね。ちょっと今回はミスったから11ターンになっちゃうんだけど、したら全開放していきましょうか。まずは76番目にしよう。76番目にしてあげて、でフォースインパルスでこの、いいのか、別にこの辺打ってからだと思ったけど、そもそもこれで終わりだから、もうシャナ2枚打てるわ。したらこれゴッドガンダム打って、ややこしいガンダムいっぱいいる。シャナを2枚打ちね。ちょっとマイナスドロー強があるから、そこだけ気をつけてかわしていきたい。はい、これで2色陣と。素晴らしい、結構いい火力出るんじゃないか。もうラストパズルだから、回復とかも気にする必要ないな。全力だね。でフォースインパルスいるから、回復 L 字にしてあげるか。よし、そしたら行きましょうか。組んでいきたいと思います。ちょっとこのここはドロキョがついてるやつがいいね。どうするのがいいんだろうな、これ。はい、こんなんでいいんじゃない。あ、いいんじゃないの。さあどうだ、火力見ましょう。途中でこういうの一回挟めばね、普通に4ターン撃破もいけそうだね。はい、ということでいけました。一応今回は11ターン撃破かな。あのパズルミスがなければ、まあ8ターン突破っていう感じかな。まあちょっと今回ね、ダリルバレルもジャスティスも使わずに、シャナ2枚とゴッドガンダムでやってみたんだけど、いかがだったでしょうか。まあ正直ね、ジャスティス2枚、ダリルバレルの編成に比べて、火力は落ちるね。あっちの編成は L 字だけで全てのダメージを耐えれるから、軽減スキルとかをね、採用する必要がないので、その分その1枠を、火力が出るキャラとか、ゴッドガンダム2枚も採用できるから、火力感は、まあちょっと落ちるんだけど、生成量に関しては、火と回復ドロップをね、シャナの方がたくさん作れるし、回復の L 字も別に組まなくていい分、パズル自体はこっちの方が楽なのかなと思いました。まああとは単純に、無課金の人とか、ゴッドガンダム確定購入買えないよ、ジャスティスもちょっと交換の弾ないよっていう方でも、このパーティーだったらシャナ2体持ってれば組める。まあこれが一番大きなね、点かなと思います。全キャラ持ってるんだったら正直俺は、ジャスティス2枚の方が好き。はい、ということでね、一応今回の動画は以上となります。よかったら皆さん、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。